ねえ、嫁子さんの家って八百屋さんでしょ？売り物にならなくなった野菜ってどうしてるの？そうですね。お勤め品として出したり、あとは福祉活動をしているお店に提供したり。もちろん我が家で食べることもありますよ。へえ、そうなの、福祉活動ね。じゃあ私にもちょうだい。え？ごめんなさい、そういうのはお断りしてるんです。嘘でしょ、なんで？お勤め品でもただなら欲しいって方はたくさんいますから、あげるとちょっとキリがなくなってしまうんですよね。なので皆さん一律にお断りすることにしているんです。でもさ、嫁子さんのところ配ったりしていたじゃない。いいものが安くたくさん手に入った時はいつものお礼にと皆さんに配ることもあります。でも申し訳ないですが、リクエストは受け付けていません。そんなこと言われても、うち給料日まであと3日なの。なのにもうお金がないのよ。うちは子供がいるんだからちょっとくらいちょうだいよ。お金がないって、あの、失礼ですけど貯金は？そんなものあるわけないでしょ。みゆきさん、この間ご主人をパチンコ屋さんで見かけましたけど、それにみゆきさんもファストフードでいろいろ買ってましたよね。そのくらい別に良くない？あの、よその家庭のことなのでちょっと言いにくいですけど、給料日前に困るくらいならちゃんと生活を見直した方がいいんじゃ。もう何よ、ケチね。ああ、うちもあの京香さんのところみたいに金持ちだったらよかったのにな。とにかく、うちではあげられません。フードバンクみたいな活動をしているので、商店街の会長さんに聞いてみたらどうでしょうか。もういい。こんにちは、私の名前は嫁子。商店街の八百屋に嫁いだ主婦です。私は施設育ちなので結婚に不安がありました。そんな私を受け入れてくれた義実家、特に私を本当の娘として可愛がってくれる義母に出会えて、毎日とても幸せに過ごしています。さて、我が家は八百屋をしていますので、たまにみゆきさんのような方から食べ物を分けてほしいと、そうお願いされることがあります。お勤め品くらい分けてあげればいいと思うかもしれませんが、キリがなくなってしまいます。それに普通に買いに来てくださっている他のお客様に申し訳なくなってしまうので、基本的にこちらからお裾分けする以外はお断りしています。生活が苦しい場合は商店街でやっている支援サービスとか、そっちがありますからね。しかし、みゆきさんは本当にしつこくて、さらになぜか裕福なはずの京香さんという方からも同じような連絡が来るようになったのです。ねえ、嫁子さん、お野菜分けてちょうだい。何かどこかに寄付とかのお話ですか？そうじゃなくて、うちに分けてって言ってるの。え？だって京香さんは社長夫人さんですよね。それに立派なお家にお住まいですし。それはそれ、これはこれよ。私貧乏なんだから。はぁ、今日着ているワンピースだって7万円よ。すっごく節約してるんだから。あの、7万円って私の1年にかかる衣服費よりも高いんですけど。え？でもね、ほら苦労してるの。食費だって月に15万円しか使えなくて。それ相当食費高いですよ。まあ京香さんのところは裕福ですから。それよそれ。え？うちは裕福なんかじゃないの、貧乏なんだから。はあ。だからね、ほら今度温泉旅行があるでしょ。商店街で企画したやつですね。それも参加したいけどお金がないのよ。だから嫁子さん、おごってちょうだい。何言ってるんですか？この間ニュースで見ましたよ。ご主人の会社は業績もかなり順調で、それに投資家としても知名度があるんですよね。いいの、私は貧乏なのよ。だから恵んでちょうだい。おごってちょうだい。疲れました。遊んでばかりでお金がないみゆきさん、お金があるはずなのになぜか貧乏アピールをしてくる京香さん、二人からの連絡に本当に悩んでしまいました。結果、義母からの助言もあり、私はあまり返信をしないことに。こうして迎えた商店街の旅行の日、みんなでバスに乗り現地に行くと、京香さんから連絡が来たのです。商店街の50人旅行に便乗するわ。私もう現地にいるの？私は貧乏なんだもの、旅行の費用出してくれるわよね。ご主人来てますよ。え？
京香さんの分もすでにお支払いされていましたから何も問題はないですよ。よかったですね。今回の旅行は当日参加 OK なんです。いや、え？いや、なんで旦那がいるの？仕事でしょ？ご夫婦で参加されるんじゃないんですか？ご主人が京香さんの荷物も持ってきていますけど。いや、もういや、私はもう嫌なのよ！京香さん？その後、道の駅のベンチで呆然としている京香さんを発見。少し話を聞いてみました。なぜ最近裕福なはずの京香さんが貧乏アピールをするのか、旦那さんを嫌がるのはなぜなのか。多分京香さんはこの辺りでトップクラスに裕福なご家庭。しかし他のママさんと話が合わないというか、少し敬遠されてしまっているみたいです。京香さんは裕福だからファミレスランチなんて嫌だよね。100円コーヒーを公園で飲むなんておかしいよね。そんなことないのにと少し涙を浮かべていました。その原因の一つが旦那さん。旦那さんは本当に京香さんのことを可愛がっているらしく、ママ友に色々物を送ったり干渉してくるみたいです。うちの嫁をよろしくってことなのでしょうが、それが京香さんには窮屈なんですね。そんな時にみゆきさんが貧乏アピールをしているのを見て、これだと思ったそうです。いやいや、うまくいかないですよと言いたいところですが、それだけ京香さんは追い詰められていたのでしょうね。私には子供がいないのでわかりませんが、ママ友付き合いというのもまた大変なものなのでしょう。そこで私は二人に一つ提案をしてみることにしました。数日後。嫁子さん、本当にごめんね。私もうぐったりだわ。京香さん、こんにちは。みゆきさんの家はどうでした？食べ物がおかしいの。ファストフードばっかり。それに旦那さんは挨拶もしてくれないし、パチンコばっかりで家事も育児も何一つやらないの。一日いただけでも頭がおかしくなりそう。そうだったんですね。人の旦那さんはあんまり悪く言うものではないけどね。おかげで主人の良さも少し見えたわ。それに私がいかに今まで甘えていたのかも。ご主人とじっくり話し合いをしたんですよね。ええ、私はもっと自由に生活したいってことを伝えたの。主人すごくびっくりしていたわ。私が喜ぶと思ってやっていたんですって。そういえば私もちゃんと気持ちを伝えていなかったのよ。よかったですね。ええ。嫁子とみゆきの LINE。 何よあの家、本当に疲れる。みゆきさん、京香さんの家はどうでした？すごく広いけど、京香さんの旦那さんがしつこいのよ。何か欲しいものはないですか？したいことはないですかって。いい人なんだろうけど、マジで疲れる。それに潔癖だし。潔癖？そうそう、うちの旦那は散らかしてても文句言わないからさ。でも京香さんの旦那さんはなんか居心地悪そうにしてんだもの。それぞれの夫婦で生活環境って違いますよね。そうそう、でもすごいわよ。京香さんの旦那さんずっと仕事してるんだもの。うちの旦那にも見習わせなくちゃ。それに私も旦那が頑張ってくれるように頑張らないといけないのよね。わあ、なんかすごいですね。それぞれの家庭にいいとこ悪いとこがあるのね。私なりに頑張るわ。みゆきさんと京香さんは一日だけ家庭を交換してみることに。京香さんはみゆきさんが自由に生きているように見えて憧れていたらしいのです。そしてみゆきさんは裕福な京香さんが羨ましかった。でも実際に生活を交換してみるといいところばかりではありません。確かにみゆきさんは自由に見えるけど、家事だってパートだってやらなければなりません。京香さんは裕福ですが、少し神経質なところがある旦那さんとの関係に悩んでいました。どんな家庭でもいろいろな悩みってあるものですよね。もちろん私にも悩みがあります。そんな時はつい義母に甘えてしまうんですよね。今日はお母さんの作った豚汁食べたいからリクエストちゃおうかな。一緒に作りたいですね。数週間後。ヨメコさん、こんちゃー。みゆきさん、こんにちは。聞いて聞いて、うちの旦那パチンコやめたのさ。え、そうなんですか？しかもね、転職したの。転職？そう、京香さんの旦那さんが経営している会社にね。それはびっくりです。今まで働いていた会社って結構ブラックだったみたいなの。私には言えなかったんだけど、いびられたりしたんだって。そうだったんですね。
ほら、私と京香さんが一日だけ交換したでしょ。それをきっかけに旦那同士も仲良くなってさ。京香さんの旦那さんがあそこの会社はブラックだから、よかったらうちに来ないかって誘ってくれたのよ。へえ、いつの間に。旦那家ではスマホばっかりで、あとはパチンコとかさ。お金使ってばっかだったんだけど、ストレスが原因だったみたい。最近はいろいろ手伝ってくれるようになったんだから。よかったですね、みゆきさん。うん。あのさ、なんかたかりみたいなことしてごめんね。自分たちがお金使いすぎだから、それが悪かったのに。いえいえ、分かってもらえてよかったです。今後もうちのお店をよろしくお願いしますね。お、ヨメコさんもなかなかやるね。ヨメコと京香の LINE。 ヨメコさんこんにちは。あ、京香さんこんにちは。聞きましたよ、商店街に寄付してくださったんですってね。私からもお礼を言わせてください。ありがとうございます。私じゃなくてやったのは主人だけどね。あの、最近どうですか？それが、ほら、みゆきさんのご主人いるでしょ。なんだかすごく仲良くなってね、今日二人で釣りに行ってるのよ。わあ、釣りですか？今まで休日といえばずーっと私のそばにいたの。それが窮屈だったんだけど、いないならいないでちょっと寂しいものね。京香さん素直ですね。まあね。でもね、私自身もいろいろ動いてみることにしたの。ボランティアを始めたのよ。ボランティア？そう、今まで裕福だからって理由でちょっと避けられていることが多かったんだけど、今参加しているボランティア団体はそんなことないのよ。みんな平等なの。この間もね、みんなで家からお茶を持ち寄って、それで河川敷に座ってお話ししたんだから。ああ、素敵ですね。そういうことができる関係、とても素敵です。うん。で、それを見ていたママさんたちが声をかけてくれたの。京香さん案外アクティブなんですね、ですって。今度ね、みんなでファミレスに行くのよ。よかったです。嫁子さんにも謝らないと。私なんかいろいろこじらせてたから。大丈夫です、私もよくやるので。本当？本当です。ありがとう。どういたしましてです。その後、それぞれ悩んでいた二人はいい方向に向かっているみたいです。人間の悩みって人にはわからないですよね。例えば京香さんは社長夫人で裕福なので、人からは羨ましがられたり、時には嫉妬されることもあります。でも京香さんには京香さんなりの悩みがあるわけです。それは誰だって同じですよね。今回のことで改めて、人にはそれぞれ違う考えがあるんだ、価値観というのはみんな同じじゃなくてもいいんだ、そう感じました。ちょっと気になるのは義母のこと。いつも明るくてガハハと笑う義母ですが、もしかしたら何か悩みがあるのかもしれません。それは私にはわからないのです。ちょっとお母さんの好きなお大福買いに行ってきますね。リツエスさん、ちょっといいかしら。あら、あさこさん、どうかしましたか？リツエさんは引っ越してきたばかりだから、こうやって私から LINE をするのは初めてだったわね。え？ああ、そうですね。今日はあなたに言いたいことがあって連絡したの。心して聞きなさい。あ、最近同年代の子供が独立しているママ友の私たちの集まりに参加するようになったわけだけど。新入りだから忠告しておくわ。マリコさんと関わらないように。どうしてですか？どうもこうもないわよ。新入りは黙って私の言うことを聞いておきなさい。いや、でも。黙らっしゃい。とにかく関わったらろくな目に遭わないわよ。脅しですか？はあ？何口答えしてるのかしら。別に脅しでも何でもなく、事実でしかないわ。とにかく新入りなんだから、言うことを聞いておいた方が身のためよ。はあ、ちょっと納得がいかないんですが。あなたが納得できるかどうかなんて関係ないわ。それと、あなたの歓迎旅行が行われるみたいだけど、あなたはせいぜいおとなしくしておくことね。え？いい、くれぐれも勝手に動いたり自分だけで判断するんじゃないわよってことだから、肝に銘じておくことね。じゃあ。ちょっと、こんにちは、はじめまして。私はリツエと言います。夫の仕事の都合でこの年になって引っ越しをしました。
新しい人間関係を築くのに不安を覚えましたが、幸い周りの皆さんのほとんどは優しく、同年代の集まりにも誘ってくださいました。しかし、その中で気になる方が一人。それが、朝子さんです。ちょっときつい物言いをされる方で、私もまだ朝子さんがどんな方なのか、測りかねています。とはいえ、今の状態だと、彼女とのお付き合いだけでなく、これからのご近所付き合いにも少々の不安を覚えてしまいます。この街で私はうまくやっていけるのでしょうか。マリコとの LINE。リツエさん、お元気かしら。もうこの街にも慣れた？あ、マリコさん、こんにちは。少しは慣れたように思います。そうなのね。それはよかったわ。何か困ったことがあったら何でも相談してちょうだいね。ありがとうございます。あら、様子が変な気がするけど、どうしたのかしら？いえ、なんだか思ったよりマリコさんがいい方だと思っちゃったんですよ。あらあら、そうなのね。それは嬉しいわ。でもそうね、その様子だと朝子さんと話したんでしょう。え、どうしてわかったんですか？なんとなくよ。でもあの人本当に口悪いわよね。あー、まあもうわかると思うけど、朝子さんはね、仲間うちでもあまり好かれてないのよ。だから気をつけてね。ああ、そうなんですね。実はね、もっと意地悪なこともあって、この街で暮らしていくことが不安になってしまうかもしれないんだけど、来たばっかりのあなたには知っておいてもらった方がいいかと思って言わせてもらうわね。え？実は、今度の旅行あるじゃない？歓迎旅行。私の分、予約されてないの。え？朝子さんが私の分を抜かしてるみたいでね。そうなんですか？そう、はぶられてるというか、意地悪されてるというかね。私のことが気に入らないんでしょうね。そんな。でもやっぱりリツエさんの歓迎はしたいし、私も行きたいから同じホテルを別で予約したの。あ、じゃあ来られるんですね。そうよ。でも私が行くと言うと朝子さんにひどいこと言われちゃうから、みんなには黙っておいてちょうだいね。わかりました。ありがとう。私とリツエさんとの秘密ね。じゃ、当日楽しみにしてるわ。私も楽しみにしています。朝子との LINE。 リツエさん、話があるのだけど。あ、朝子さん、どうかされましたか？ズバリ聞くけど、最近マリコさんの近くにいるでしょ。ああ、覚えてないのかしら。私ちゃんと言ったわよね、マリコさんには関わるなって。覚えてはいますけど。じゃあなぜ？まさか何か企んでるんじゃないでしょうね。何か隠してることがあるのなら言いなさい。何よ。いい歳してそんな陰湿なことやって恥ずかしくないんでしょうか？はあ？お子さんも独立されてるというのに全くお手本になりませんよ。今まで黙っていましたが、マリコさんが何をしたって言うんですか。いい方じゃないですか。何か勘違いしてるよね。何も勘違いなんかしていません。おかしいのはそちらの方でしょ。落ち着いて話をしなさい。とにかく本題は旅行の話よ。この状況で旅行のお話ですか？朝子さんが旅行に参加されるのなら私は行きたくありません。他の皆さんには申し訳ないですが。この状況だからこそよ。わからない人ね。新入りは黙って私の言うことを聞いておけばいいと言ったのが伝わってないのかしら。どうせ私の言うことなんて何も信じないんでしょうから。グループラインに招待させてもらったわ。え、グループライン？他の皆さんの言うことならあなたも聞く気が起きるんじゃないかしら。予定変更と詳しい話についてみんなで説明してやらなくもないから、早くグループに参加しなさい。え、何ですか？どういう。いいから早くしなさい。もたもたしない。旅行当日。リツエさん、私もチェックインしたわ。こんにちは、マリコさん。無事に着いたようでよかったです。ありがとう、騙されてくれて。引っ越してきてまだ何ヶ月も経ってないあなたは知らないでしょうけど、私が誘われなかったのは朝子さんの意地悪なんかじゃなかったのよ。どういう
ことですか？私はね、タダ便乗が好きなの。ただに勝るものはないわ。だから私は今までみんなのあらゆる行事にタダ便乗して甘い蜜を吸ってきた。は？何を？でも朝子さんはつまらない正義感を振りかざして最近邪魔してきて何もかもがうまくいかなかった。あの朝子さんが？そうよ。でも新入りのあなたを口止めして利用すればまた大好きなタダ便乗ができると計画を立ててみたの。最初から利用するつもりで？そうよ。他の人たちは騙せなくても何も知らないあなたになら怒ってもらえると思ったってわけ。ってことで、あなた以外誰にも知られずにここまで来たわ。そういうことでしたか。残念だったわね。明日のお支払いはリッツエさん、あなたにお任せするわ。騙された方が悪いのよ。騙された方が。シーリに私のことちゃんと覚えてもらいましょうね。その言葉忘れないでくださいね。え？ホテルの情報はダミーです。あ、ダミー？そうです。うん、待って、何を言ってるの？騙された方が悪いんですよね。ちょっと待ってよ。どういうこと？偽の情報を流して私をはめたってこと？そうなります。まさか朝子さんの仕業？え？どうして、なんで朝子さんの言うことを信じたのよ。信用度は私の方が上だったはずよ。私の計画に不備はなかったはず。朝子さんも私の信用が得られていないことを分かっていました。じゃあなんで？グループラインに招待されたんです。今回の旅行のメンバーさんたち、マリコさんを除いた全員がいるグループです。何それ、グループなんて知らない。そのグループラインで朝子さんをはじめ他の皆さんからもマリコさんの今までの所業を伺いました。そんな。正直私がお話ししたマリコさんはそんな人ではないと思い半信半疑でしたが、妙に説得力を感じ皆さんの言うことを一度信じてみることにしました。それが間違ってたらどうするつもりだったのよ。その時はマリコさんに誠心誠意謝罪するつもりでした。そちらのホテル代も私が払うつもりでしたよ。あくまでマリコさんがいい人だったらですが。じゃあ支払いは？しません。そしてそちらには誰も行きません。もう私たちも別の旅館にチェックインしています。なんでよ、なんでまた邪魔されるのよ。お金持ってきてないのに。皆さんによると朝子さんはツンデレなんだそう。本当は優しいのにそれを表には出さない極度の恥ずかしがり屋なんだと聞きました。最初にマリコさんと関わったらろくな目に遭わないと私が脅されていると勘違いしてしまったあの言葉もマリコさんにまんまと騙されて不利益を被ってしまうことへの忠告だったようです。そして今回の歓迎旅行を計画して様々なプログラムを手配したのも朝子さんご本人だったんだとか。本当のことを知るとなんだか可愛く思えてきますね。しかしひどい勘違いをしてしまったため後ほど彼女には謝罪をしました。すると物言いがきつく本当のことを言えない自分が悪いと赤い耳をしてそっぽを向かれてしまいました。そうそう、マリコさんですがあの後旦那さんを呼んで無事お支払いができたんだそうです。とはいえ支払ってはいそうですねと終わるわけもなく、旦那さんにはその態度は家でだけだと思っていたらよそでもやっているのか、こんな女に遺産を残すのも残りの人生を共にするのもごめんだと言って熟年離婚となったそうです。同情はできませんね。朝子とマリコのライン。マリコさん。え、朝子さん。私前に言ったわよね、次があったら容赦しないと。それはしかも新しく越してきて私たちと仲良くしてくれようとしていた律恵さんをはめようとしていたなんてたちが悪すぎるわ。分かってるのかしら。いやだからごめんなさい、もうしないから。なーに、その幼稚園児みたいな謝罪は。マリコさん、あなた何歳？いつまでも甘ったれてんじゃないわよ。え、私だってこの年になっても素直になれない厄介な老害よ。でも
人として守るべきことは守っているつもり。マリコさんはいつまでそうやって人に迷惑をかけて楽しんでるのかしら。人生折り返して何年も経ったと思うけど、一体いつ大人になるのかしら。あの、もう何も聞きたくないわ。あなたは純粋な悪だと思う。おせっかいついでに正させてもらうわ。どういう。ねえマリコさん、離婚になったと聞いたけど、働き口はまだ決まっていないそうね。まさか。私こう見えて顔は広いの。知り合いに老人ホームをやってる人がいるわ。老人ホーム。話を通しておくから働かせてもらいなさい。ボケたら先生そこに入居するといいわよ。一石二鳥ね。待ってよ、この歳で介護職なんてできるわけないわ。知らないわよ。あなたが何ができて何ができないかなんて少しも興味ないわ。人に迷惑をかけた分、人に尽くして反省なさい。無理だってば。その後、老人ホームに住み込みで働くことになったマリコさん。彼女にとっては離婚に次ぐさらなる追い打ちでしたが、食いぶちを稼がなければならないため、結局麻子さんから言われるがままに働くことにしたそうです。しかし私はこの一件を通して思うことがあります。もしかしてこの制裁も彼女なりの思いやり、配慮なのではないかと。この年齢で職歴がないらしいマリコさんが仕事を見つけるのは、それこそつてでもない限り厳しかったでしょう。麻子さんはご自分のつてを使って職を斡旋し、彼女が食いっぱぐれないように計らい、人に奉仕をする仕事をさせることで償いと反省をさせる、もしもの時にはそのホームで暮らせるように、そんな風に思うのは都合が良すぎるでしょうか。まだまだ麻子さんとは出会ったばかりで本当のところは分かりませんが、私はそう思えてなりません。真相は麻子さんのみぞ知るですね。なんだかこれから彼女と関わっていくのが楽しみになってきました。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。